現役 IT エンジニアが解説するナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミングです。今回はチェックポイントの解き方を解説していきます。この動画ではチェックポイントをどうやって解いたらいいのか、答えだけではなく考え方を含めて解説をしていきます。また実際のプログラミングに興味がある人にも楽しめるような話も盛り込んでいきたいなと思っています。本動画を見て自分で解けるようになりそうだと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。第1回は初めてのチェックポイントになります。これは超基本問題になるので、まずは考え方の基本を身につけていきましょう。タイトルは人をジャンプさせろです。それではやっていきましょう。というわけで一通りの説明を聞いてからこちらの作業になります。このチェックポイントは人がリンゴを取るようにプログラミングすることが目的です。しかし自由にプログラミングできるわけではなく、すでにあるノードンを使いつつ限られた条件で目的を達成しなければなりません。これはデバッグと言われる作業に近く、非常に実践的な練習です。この練習を繰り返すとすごく実力がつきますよ。ここでのバグはリンゴが取れないことです。バグとは想定通りプログラマが動かないこと、デバッグとはバグを直して想定通りに動くようにすることって覚えておいてください。実際にデバッグをする流れで作業を進めていきます。まずはバグの確認です。再現させるとも言います。一旦ゲーム画面に戻ってみましょう。リンゴが宙に浮かんでいて下に人がいます。コントローラーを触っても何も動きません。ここで実際のプログラミングをする現場だと正しい動きが決まっています。その動きを見て、ああこうなってないねってなるのですが、初めてゲームプログラミングは正しい動きがわからない状態です。具体的に言うと、リンゴが動くのが正しい動きなのか、人が動くのが正しい動きなのかが分かりません。これは実際の現場では使用未確定という状態で非常にまずい状態なんですね。初めてゲームプログラミングではこの曖昧な部分をプログラムから読み取って、どういった使用を意図しているのか想定する必要があります。この辺がパズルゲーム感覚で楽しいところなんですね。それではプログラム画面に行きましょう。すでにノードンが置いてあります。修正するノードには吹き出しが出ていて、何を修正すべきかヒントが出ています。基本的に吹き出しの出ているノードに対してヒントを頼りに触っていけば動くようになるのですが、それでは実践的ではないですし、実力もなかなかつきにくいので、しっかりと自分で考えてデバッグしていきましょう。まずすでにあるノードを見ます。人がいてリンゴがあります。そしてボタンノードがあります。この時点でボタンで人を動かすことを想定して作られているのがわかりますね。しかしこれ作りかけでやめてしまったんですかね。これでできましたって報告してたら現場ではテストしたんかいと怒られています。はい、この場合はボタンをジャンプにつなげてあげます。ここで実際のプログラミングの話を少し。
ノードンは実際のプログラミングではクラスと呼ばれるものになります。そして画面に配置されているノードンはインスタンスと呼びます。クラスは設計図、インスタンスは実体なんて覚え方をしますね。下のノードン一覧で作りたいノードンの設計図を取り出して実際の画面に配置するって感じです。初めてゲームプログラミングはオブジェクト思考を身につけるのにもってこいのソフトだと思います。繰り返し触れることで自然とオブジェクト思考的な考え方が身につくと思います。このソフトを通じてプログラムに興味を持ったらオブジェクト思考を勉強してみるのもいいかもですね。それでは続きを。人を動かしてリンゴを取ることを想定しているようなので、ボタンノードンから人ノードンのジャンプにワイヤーを引っ張ってつなげます。これで B ボタンを押すと人がジャンプするようになったと思います。ゲーム画面で確認しましょう。B ボタンを押すと、ジャンプしてリングを取りました。完成です。今回の解説は以上です。初めてゲームプログラミングは子供から大人までプログラミングの基本を身につけることができる素晴らしいソフトです。プログラムに触れたことのない人には難しいこともあると思いますが、なるべくわかりやすく解説していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。